ためにここに現れたあり、やいやいやいや、やはり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 、日本海に浮かぶ隠岐諸島、大小4つの有人島と180余りの無人島があります。北の丸い大きな島が島後、南側には中之島、西之島、ジブリ島があり、南の3つの島々を島前と呼びます。日本最古の歴史書、古事記。私たちの国は男女の神が結ばれ、八つの島々、大屋島が生まれる神話から始まります。男性の神、イザナギの御事が、女性の神、イザナミの御事に声をかけ、生まれた子供が日本列島なのです。隠岐は3番目に生まれた子で、隠岐の三つ子の島と記されます。隠岐にご配慮となった天皇後鳥羽院が自らも深く携わられた歌集の序文にはこのように記されています。天の浮き橋に立つイザナギ、イザナミの神が日本の島々を作った時の歌や、スサノオノミコトが演じた八重垣の最初の和歌に心を寄せる民は、この歌集を大切に遥か先の世まで残してほしい。天皇は国の始まりを描く日本神話の中で神々につながる存在とされ、現代もその恵みに感謝する祭祀を続けておられます。歴代の天皇はその祈りを受け継がれることでこの国を治めておられ、その御心は民を和らぐる道、国民の幸せを祈る和歌からも伺うことができます。隠岐の島々の成り立ちは古く、様々な変化の時代を経ていることは、地学や植物学など様々な科学によって証明されています。最も古い時代の岩石、隠岐片麻岩。およそ2億5000万年前にできたと言われ、同じ時代の片麻岩が大陸や朝鮮半島にも分布することから、日本がかつて大陸の一部であったことを示しています。青い海と白い岩のコントラストが際立つ白島海岸、目のくらむような断崖絶壁と奇岩が目を引く
摩天崖。隠岐を代表する景勝地はいくつもの火山の噴火と大胆な侵食を経ており、今もその姿を変えつつあります。島前は世界でも珍しい海に浮かぶカルデラ。真ん中にある中央火口丘を海が囲み、さらに外輪山である三つの島が囲みます。穏やかな内海はこの地形ならではの恵みや文化をもたらしました。島後で採れる黒曜石、鋭利な刃物の代わりになる貴重な石で、石器時代には特に重宝されていました。国内でも有数の質の良さを誇り、その成分分析から海を越え西日本一帯に広がっていったことが分かっています。黒曜石は溶岩が冷え固まってできたガラス質の岩石です。隠岐の成り立ちが生んだ自然の恵み、人々は自然と共生しながら独特の暮らしと信仰を編み出しました。隠岐神社の御神体はこの岩。人々は御神体の岩に向かい深く拝礼します。こちらの大きな杉の木はそのものが御神体で、大山神社と呼ばれます。山仕事の安全を祈る男たちの祭りです。隠岐では自然を敬う暮らしを根源とする信仰を今も大切に守り伝えています。道後長崎には第14代天皇中愛天皇の日、神宮皇后が三寒征伐で海を渡られる際、そこで風待ちをなさったという伝説があります。海がないなので皇后がナグと名付けられたのだそう。隠岐は黒曜石の時代から交易とともに防衛の拠点でもありました。朝廷は隠岐を、ひいては日本海を守る神々を敬い、明神大社という特別な異界を送りました。平安時代に成立した縁起式神明帳、島根県内には6座が記載されていますが、そのうちの4座は隠岐の小さな島々に鎮座します。水若洲神社、伊勢みこと神社、由良姫神社、宇都宮みこと神社です。隠岐の神社の総数は120余り。巨木信仰や古い祭祀場跡は数えきれないほど存在します。神宮皇后が安心して風待ちをされた伝説が残るのは、そんな理由もあるのかもしれません。絶海の島で一国をなす沖の国は、食の豊かな未決国としてもブランドが確立していました。沖は島でありながら豊富な水が湧き、温暖で農耕も盛んな島。奈良時代には朝廷への貢ぎ物として海の幸を送り届けていました。平城京跡では沖からの木簡、荷物の送り札が数多く出土しています。朝廷の儀式書、縁起式では天皇が即位した年の大嘗祭の捧げ物として、はじめに隠岐のアワビを指定します。古い神々が鎮まる隠岐の特産物が国家の大切なお祭りに献上されることで、朝廷と隠岐とは強い結びつきを示していたのです。
奈良時代、聖武天皇の時代に、隠岐は貴族など身分の高い方が政変などにより都から離れて過ごす隠流の地と定められます。朝廷の高官小野高村をはじめ、鎌倉時代には後鳥羽院を、その100年後には後醍醐天皇をお迎えすることになるのです。承久の乱の後、隠岐に移られた後鳥羽院。我こそは新島森を隠岐の海の荒き波風心して吹け、力強く威厳のある漁船として広く知られます。島森という言葉には昔、島の神という意味があったと作家で歌人の丸谷佐一さんが述べています。この時より300年ほど前に生きた紀貫之は、土佐日記に、綿摘のジブリの神に手向けする、ぬさの追い風山津深なという海辺の歌を聞き書きしています。沖の国のジブリ島には、綿須の宮という神がおられて、安全に海を渡れるようぬさを捧げて通るものだという前提があったというのです。ジブリの神綿須の宮とは、現在の由良姫の御事明神大社の神にあたります。後鳥羽院は隠岐を前に、私は隠岐の新しい神として移ってきたと自らの在り方を示し、荒き波風でさえもそれを心得るようにとおっしゃられたのかもしれません。後鳥羽院が地元の神に助けられる伝説もあります。暗くなり、院の船が方向を失っていたところ、海の中から三つの火の玉が現れて雲上に駆け上がり、灯台の役目をして道案内をしたそうです。それが西の島カルデラの内海を見下ろす多久比神社の神様です。多久比権現は航海安全の神様として古くから慕われていた神様です。現在、隠岐の島々へ渡るフェリーの運航会社隠岐汽船のシンボルマークには、多久比権現のご神化にあやかって赤い玉が3つ描かれます。後鳥羽院は隠岐の古い神々に誘われ、中之島は海士町の勝田、今の隠岐神社のあたりにご到着になり、そこを安在所とされました。隠岐が比較的暖かい理由は、対馬海流、暖流のおかげです。さらに、院が19年もの時を過ごされた勝田は、シベリアからの冷たい強風を西の島にある250メートルの高さの摩天崖が遮り、穏やかなカルデラの内海と深い入り江に守られています。隠岐の中でも最も暮らしやすい場所が選ばれているのです。後鳥羽院は都の歌人と親しく文を交わしながら、いくつもの歌集や文章をお送りになりました。晩年には隠岐本と呼ばれる勅撰新古今和歌集の再編纂を終えられるなど、後世に影響を与え続ける多くのご功績を残された後、60歳で崩御されました。五箇荘塚と呼ばれる後鳥羽院の御廟、天の人々が
祭祀を続けながら、その御霊をお守りしてきました。沖神社、由緒。江戸時代、慶長年間には、後鳥羽院の臣下、飛鳥家の子孫がこの地に御留となり、御廟の整備をさせた、との記録が見られます。昭和に入ると、私たちの国の歴史を顧みる中で、後鳥羽院の御神徳を広め、人々が後世へ伝える場として、神社創建の機運が高まっていきました。院の崩御からちょうど700年を目前にして、天、沖の人々の思いが島根県全体を動かし、県知事をはじめ、多くの名士たちがそれに応えました。共に幾度も上京し、涙ながらに中央省庁に訴えたことを、島根県の当時の郷土史が伝えています。そして、沖神社の造営が認められると、県民を挙げての大事業として、各地域が勤労奉仕団を組織しました。海を越え、天に集結し、心一つに完成を目指したことが伝わります。昭和14年、島根県の人々の熱意が実を結び、後鳥羽院をお祭りする沖神社が創建されました。刀を愛された院がお喜びになるだろうと、月山貞一氏をはじめとする昭和の名将たちの刀が奉納され、実際に刀を打って捧げる神前鍛錬や献茶など、丸4日間の祭典が捧げられました。おごそかな佇まいが守られる五家宗塚も、式年祭では島の皆が見守る中、みこしの列が御前まで進みます。奉納される舞は上級楽、院の読まれた新島森の御声です。古い神々が祀られる沖では、沖神社はとても新しい神社です。ですが沖神社は天の人々が800年の間つなぎ、受け止めた私たちが後世へ伝える後鳥羽院への思いそのものです。人々が歴史に習い、生きる力に変え、未来につなげる。天の意志の統合として、沖神社はあるのです。我こそは新島森を。そう歌われた後鳥羽院は、お言葉通り、沖の神になられています。この地に生きる私たちは、院のもとに心を一つにする時を迎えています。